ライオット・ベッキー・ベッキー・ピペット。1982年7月30日隊は、英国の歌手、ザ・ピペッツのメンバー。あだ名はライオット・ベッキー、ブライトン生まれ。ステージでは普通、向かって左側に立っている。ピペッツの三人娘の中では、ダークな感じの金髪で、メガネをかけ、図書館司書のようだと言われることが多い。かつてはダンサーで、 アマチュアの女優として舞台に立ち、メディア学で学位を取得した。バッキンガムシャー・チルターンズ・ユニバーシティ・カレッジを卒業した時の論文のテーマは、ポルノ映画だった。シングル、You are kisses are wasted on me メイホワット・ユー・オンと、ワン・ナイト・スタンドで、リード・ボーカルを担当。2005年4月、元ピペッツのジュリアと共に、ヒップホップアルバムフラワーズツリーズに参加。これは、 同郷の Y.M.Stack aka ヨシによるアルバムである。その他、バンドメイトのジョンカセットとエレクトリックソフトパレードのトム・ホワイトによる一回限りのプロジェクト・ザ・ブリンとカウボーイズにもボーカルとして参加している。ライオット・ベッキというあだ名は、ライオットがあるシーンが好きなことに由来。命名したのは、スリーター・キニート・キャスリーン・ハンナ、そして、ガイデッド・バイ・ボイシズである。ピペッツ・ブリング、 タッチオブクラス2アカデミーマンチェスターイブニングニュース13スエープリル2007ありがとうございます。